これまでのマイライフ。人の作り出した究極の二刀流、大谷翔平。シリナグラ君、あなたが超えるのよ。出撃。こんなの勝てるわけないよ。打つならばホームランにしろ。出なければ帰れ。高めの釣り球を振っちゃダメだ。ボール球のフォークに手を出しちゃダメだ。僕が打ちます。日本はアメリカに勝てる。トラウトを抑えない限り我々に未来はない。15年前、セカンド WBC で人類の半分が熱狂した。今大谷が日本に来たら間違いなく野球は崩壊する。なんで僕はここにいるんだ。信じられないの。提示された金額が。だから僕はこの球団にいるしかないんだ。 FA 権を行使するかどうかあなた自身が決めなさい。もう少し残ってみます。あなたは打たないわ。私が抑えるもの。彼は敬遠せずにシリナグラと戦いました。自らの意志で降りない限り彼に託すべきです。頼む。頑張れよ。頑張ってね。さよなら。私には他に何もないもの。藤浪、打たれた時どんな顔をすればいいのかわからないの。お、洗えばいいと思うよ。運命を仕組まれたドラフト会議か。マイク・グリーンウェル、メジャー通算3割打者よ。あんたバースの再来。野球をやってて楽しい人もいるんだ。苦手なのね、落合さんのこと。初めて褒めてくれたんだ。よくやったな、シリナグラ。初めて褒められるのが嬉しいと思った。プロ野球再編計画、 NPB は裏で何をしようとしてるの。センターを守ってくれ。シリナグラ君の守備を見てるとムカムカする。君面白いね。あなたにはメジャーに行かない幸せがある。最多勝って言ったって打線の援護がないよ。味方の援護に期待するな。ゼロ点で抑えろ。やめろ。悪いのは監督だ。また逃げ出すのか。嫌な球団から逃げ出して。何が悪いんだよ。僕はもう変な起用方法で使われたくありません。そうやっていじけていたって OPS は上がらないよ。シリナグラ君がキャッチャーをやらなくてもいいようにする。僕は日本の4番シリナグラです。藤浪よ、返せ。行きなさい、朗希君。あなた自身の願いのために。私は消えても代わりはいるもの。藤浪来い。セカンド WBC の続き、第5回WBC が始まる。世界が終わるのよ。マイライフやっていきます。2030年、2割9分5厘33本70打点。今年の目標は50本超え、球団記録を更新していこうと思います。チームは昨年とは違い、もう9ゲーム差はつけてるんで、自分のことだけ考えればいいかなという感じです。現在北海道の施設はスポーツショップマックス、商店街マックス、本屋マックス、植木あともうちょい、ゴルフ能力研究所マックスと。まあいいでしょう。どんどん試合やっていきます。金徳はもうバンバンついてますからね。打ちまくります。フォアボール。7回裏ツーアウト満塁。ここでホームランでは流れが変わるんじゃないか。うわー、大谷翔平本日にホーバー。あ、日本ハムの外野手の人だ。また来てくれたんだね。学校の子供たちと交流した。人狼やりました。今シーズン全打席強振でいってます。ハイパースライダーを引っ張っていく。ちょっと強振で3割をキープするのがなかなか難しい。よし、牧場。あ、どうも。やっと建物の修理が終わりました。こっから再スタートです。ただまだ牛を買えるだけの資金がなくて250万。買ってください。ナイスパチン。打ち放題です。塩のコーチ、山田監督勝利。日ハムのスーパーエース。日本ハムさよなら勝ち。鹿澤さんが打ちました。悲劇的金的覚醒ポラン。サワンダ完封勝利。こいつもいいですね。本日は料理講座初級を受講していただきます。フグクジラの毒を抜きます。5万円。本日の講義はこれで終了です。料理の基本を学んだ。というわけでオールスターいきます。オールスターにも慣れた様子で、お前にも貫禄が出てきたな。貫禄は元からありますけど、今日はチームの代表として思い切り楽しんでこう。パリーグ日本ハムからは勝山とシリナグラ兄弟、そして近澤が選ばれてます。近澤初のオールスターですね。セリーグは相変わらず3-4-5-6-7が横浜です。万歳ファースト守ってますね。珍しい。村上さん来ました。オールスター2割9分9厘28本。
はい、ちょっと。知りながら前半戦終わって39本。オールスターで暴れ回ってます。オッケー。オールスターで一発出ました。オーライ。早く投げろ。さあ、サヨナラのチャンス、オールスター。オールスターなんでミート打ちで行きましたが。ナイス、センター返し。これ三塁行く。最後決めるのは誰か。安田さん来ました。ああ迫ってきてた。ナイスバッティン。しかしファール。決めろ。決めろ。これは、抜けていく。さよなら。素晴らしいオールスターでした。遊園地に行きました。悪魔の遊園地。お、おや、日本ハムの尻ながら選手ではないですか。やはり、握手していただけますか。握力200ありますけど、大丈夫ですか。私はここで園長をしております。この遊園地は地域密着が売りなんですが、最近入園者数が減っておりましてね。知りながらさんが訪れていることが知られれば入園者数も増えるかもしれません。ここの遊園地ちょっと立地が悪いんですよね。最寄り駅から徒歩3時間。かなり田舎にある遊園地なんで、なかなか人が来ません。週に5人ぐらいしか来てません。今後は入園料は不要ですので、どんどんいらしてください。はい。50は絶対いけるわ。問題60いけるかどうか。急に不調になる時があるんで、それさえなければ。いけますね。麻雀？ユーリは負けないぜ。ミゲルと2人で麻雀しました。2人麻雀。7月終わりました。13勝9敗。現在3割1厘。ホームラン41本。勝山2割8分1厘16本。近澤さん3割4分2厘。打率落ちません。これは首位打者いきますね。清宮さん2割3分3厘17。ミゲル2割15本。ミゲルもなんとか2割乗せました。万歳そこそこ、万波さんもいい感じ。ムニエルも2割4分1厘11本。広橋は、まあ、しょうがない。奥井3割キープしてる。3割1分9厘。1本。ホームランも1本出てるんですけど。パワー G ですが技術で持っていきました。近澤さんでも初期能力とあんまり変わってないですけど。パワーが12上がりましたね。で、近澤さん最初から流し打ちとか持ってたんで、急に強くなりました。このままいってほしいですね。2023年のドラ1ドラ2がクソ頑張ってる。勝山、パワー、総力 A。片 B。ちょっと自分が勝山と練習ばっかしてるせいで、奥井が首になってしまいました。もう奥井一応復活したんで、いいでしょう。群馬出身の28歳。丹波さん今こんな感じですね。ミートイーパワー A。2000年生まれ、30歳。初代ドラフトのこの4人、結構残ってるんですけど。ドラ1は早々に引退しますが、ドラ1は確か27歳だったんですよ。川原。金原。159キロ。1軍で頑張ってます。徳田はまだ25歳。塩野浩一さん、通算防御率 2.81。71勝45敗。塩野さんも入団時25歳とかだったんで、もう32歳ですね。2025年とかも結構引退します。4人引退しますよ。天野息抜き翔太が意外と活躍します。防御率 2.32。5勝0敗。今シーズン5勝してる。悲劇的金的覚醒ポニョも、防御率 1.69。3勝。はい。こんな感じです。それで8月までやっていきます。よし。次は高級外国車にでも乗ってみようかな。いいっすね。ドライブレベル C。運転技術ないと売ってくんないですからね。この辺のカーディーラーは。ナイス。キャッチャーは硬いです。キャッチャーは守備で貢献します。ドライチ。キャッチャーめっちゃいい。広橋キャノン。パワー。うまい。6回裏4対4。2アウト1、3塁。現実だったら 100% 敬遠されますよね、これ。自分の後ろ打率2割のミゲルですからね。ただここで勝負してくれるのが、パワープロー。
勝負したらダメです、自分と。逃げなさい。50本まであと5本。切れるか。切れない。来年メジャー行きます。3年200億で行きますよ。ホームラン3本。ファイターズの知りながらガラクタ野球祭選手が大記録を打ち立てました。通算250本塁打を達成。結構打ったと思うんですけど、王さんまであと600本ですか？遠すぎる。さあ今日も飛んできました。元原だ。元原だ VS 奥井。三振。高級会社1200万買います。ダーツもちろん OK さ。ちょっとミゲルが帰国する前に遊んでおきましょう。ミーのテクニックについてこれるかい。ダーツレベル C。 1番奥井。奥井、奥井が先頭出しホームラン2号。これがパワー G の破壊力。奥井にホームラン見せられたら自分も打つしかないでしょう。リーグ最速50本塁打、球団記録更新。しかもまだ8月の14。本塁打が止まりません。あれ、入った。全然芯じゃなかったですけど。53号。70本ペースぐらいでいってないですか。歴代シーズン本塁打数の5位になった。いったか。この辺りでホームランやばいんですよ。普通の選手だったら外野フライですからね。56号。村上さんに追いつきました。これも入った。これもいったわ、絶対。OK。マジでかすったらホームランなんですけど。強すぎるシリナブラ。よし。シリナブラに慣れてしまったらもう他の選手使えないんですけど。大谷さん32号。大谷さんもまあ結構打ってるんですけど、大谷さんの約倍打ってます。現在我がチームのマジックは1。この試合に勝てばシーズン優勝だ。絶対に勝つぞ。おお、相手4番と先発が絶不調ですよ。これは勝ち確。そしてこっちの先発はスーパーエース塩野光一。超満員の札幌ドームからお送りします。塩野光一14勝3敗。鈴木誠也。シーズン記録並ぶ65号。61本。9回、5対8。ラスト三振ゲームセット。日本ハム2年ぶりリーグ優勝達成。ファイターズは見事優勝を果たした。めでたし。シルナガさん、行くぞ。うわっ、コーチを見つけた。うん、そういう気分じゃない。監督を見つけた。そういう気分じゃない。目上の人に失礼は許されない。9月1日、8月終わりました。3割1分7厘、60本、132打点。今月クソ打たなかったですか、8月。決勝打ゲット。渾身の決勝打。取れそうですね。連携練習、クリスタル版のシーズン記録、そして、マッチと、球場。取れた。また一つ強くなった。金徳今、1、2、3、4、6個ついてます。ちょっと基本能力もうちょっと上げたいですね。オールシーぐらいになってからあんまり上がらなくなってきました。船釣り、ミゲル・ロビンソン。フィッシング、どっちが多くフィッシングできるか、勝負だぜ。ミゲルと仲良くなった。ミゲルはメジャーで、本塁打を取っていたんですけど、なんか問題を起こして日本に来たらしいですね。大企業の機密情報に潜入して、まあ、ハッキングして4400万人の個人情報を流通させました。でメジャー出来になりましたね、まあ、日本で完全に更生して頑張ってるんで許しましょう。61本目。シーズン最多記録更新。
これが日本最強の男。ホームラン60本たら魔法使います。本日のヒーロー、新外国人のポルチーヨ、6回を1失点に抑え勝利投手で、勝山も25打ってます。パワー系の1番。ファイターズのシレナグラがシーズン最多本塁打を記録しました。あ、美味しそうな姉妹ですね。少し分けてくださいや。全部開けます。お、ナイスボール、ナイスボール、ナイスボール。音原田絶好調。オーライ、危なっ。オッケー。え、なんかアウトにしてる。ちょっと待って、見てなかった。なんかアウトにしたよ。ボール落とし、で田んぼがホームに投げます。こいつは肩がいいです。そしてタッチアウト。いや、これでかいですね。おい、何してんすか近澤さん。ちょっと集中してもらわないとダメですよ。そんなカスみたいなエラー、気が緩んでんじゃないですか。総合運動場のなんか張り紙が、いつもご利用ありがとうございます。ご利用者増加によりプールの併設が決まりました。いいですね。自分大学の時プールの監視員のバイトしました。嘘ですけど。この町の総合運動場のレベルが3になった。いいボールだ。1回は1回です。三振取られたらやり返す。パリーグ首位打者争い、1位吉田さん3割3分6厘。あれ、近澤さんいつもにか脱落しますね。首位打者争いで奥井が3位入ってます。奥井頑張れ。2位張本さん。今日の先発はポルチーヨ。ナイス。松井和夫、とんでもないホームラン。OK。 5回11対10打撃戦、ゲームセット11対13勝利。丹波さん2ホーマー。おう、あんたか。おかげさまで日々成長してるよ。立派な青玉の森になる日も近いな。この人は青玉の他に大麻も栽培してます。例のあれもらっていいですか。また募金頼むな。募金が合言葉ですね。募金します。1000万でまあ3キロもらえますね。シレナグラ選手、お疲れ様です。うちの球団の職員さん、斉藤ペルソナ脊髄さん、今日は嬉しいニュースを持ってきました。第2期野球ゲームのパッケージ、これ去年も使われましたね。毎年表紙になってます。 FIFA とかの表紙にもなってます。穴を掘ります。3回掘ります。お、ゴー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 、ドバー。穴から大量の水が、温泉が湧いた。看板に書いてある連絡先に連絡してみよう。はい、もしもし。え、空き地で温泉が湧いたって。わかった、すぐ行く。ここに温泉施設を建てることになったよ。君もぜひ来てくれ。もちろんお金は取らないさ。掘った甲斐がありましたね。永続的に無料です。オッケー。ちょっとあんまりホームラン打ちすぎても現実離れしすぎてあれかなと思って、ミート打ちとかを使って抑えてる節があったんですけども、全ての力を解放します。こっからはもう自分との戦い、五条悟る状態になっています。シーズン終わりました。今季は1位、リーグ優勝達成。シリナグラ選手、本塁打を打点を最短打ベースライン獲得。とてつもない本塁打数を記録しました。3割1分1厘67本、144打点。今岡選手の打点低いですね。総合運動場めちゃくちゃ良くなってる。ちゃんとした野球の試合ができそうな大型施設になってます。行きましょう。夜はプールないんですか。あ、あります。プールで泳いだ。単独でのファン交流イベントが開催された。知りながらソロ講演会、クライマックスシリーズ、ソフトバンクが勝ち上がってきました。
日本一まだ取ってないですよね、日本ハム。今年は取ります。18ゲーム差をつけ優勝しますからね。戦力的には圧倒的。個人タイトル首位打者吉田さん3割4分7厘、最短打174本、最高出塁率吉田正尚4割5分5厘、最多勝等15勝。セリーグ首位打者佐野さん、本塁打岡本さん44本、最多勝小笠原さん18勝。チーム成績勝山2割7分1厘26本、近澤さん3割15厘14本、清宮さん2割4分2厘26本。清宮さんまあそこそこの成績に落ち着きました。5番ミゲル2割1分8厘32本、ミゲルも一応30本しっかり打ちました。知りながら万歳2割5分3厘25本、万波さん2割7分7厘28本。万波さんめっちゃいいですね。万波さん5番か3番でいいと思うんですけど。8番丹波2割5分5厘18本、丹波もそこそこの打率と本塁打数を残します。広橋ホームズコナンは1割6分0厘6本、まあ、こいつはキャッチャーとして刺しまくったんでいいでしょう。昨年40本超えが3人いたんですが、まあ、その分自分が打ちましたね。 DeNA コールマン35、牧30、村上40、佐野30。セリーグはどこが勝ち上がってくるんでしょうか。挑戦待ってます。日本シリーズ現在1勝3敗、残り2戦しか勝たないと終わりです。ここで負けるわけにはいきません。絶対に勝ちます。67本のバッティングを見せましょう。やばい、4対2。お、追いついた。めっちゃいい試合。3回4対4。やばい、6対4。OK! 集中して打ちました。同点ツーラン。今年日本一取らなくていつ取るんだ。まずい。10対7。ピッチャー頑張ってまじで。よし。まだいける。2点差。追いつけ。あ、また来た。5打席目。9回裏。ワンアウト1、2塁。サヨナラのチャンス。3打席連発でサヨナラ。よし。うん。OK! 逆転サヨナラスリーランホームランで、なんとか。劇的サヨナラスリーラン。しかも3打席連発。万波清宮、知りながら。やはり大事な試合前は、麻雀しないと。ロン、10連発。ツモ。ロン、ピンフ。ツモ、第3ゲーム。これ勝った方が、日本シリーズ。今日の先発は、大田原だ。ミゲル絶不調ですね。変えた方がいいんじゃないですか。相手の先発は平松さん。先頭打者フォアボール。大丈夫ですか？パーフェクト決められました。ノートランナー二塁。ナイスボール。紹介無視点。いいボール。ナイスボール。ボール見てなかったです、今。よく取りましたね。5回1対0。セカンド真正面。まずい、点が入らない。これ自分が打たないと。ど真ん中来た。ツーランホームラン。試合を振り出しに戻していきます。やばい。あ、え、危ない。まだ負けてない。9回裏ツーアウト4対3。ちょっとこれ打たないと。
さあ、ここはホームランを打つしかない。あーやべ、バー負けた。日本シリーズに行けませんでした。日本しか取れない。今日もホームラン1本打ったんですけど、ダメでしたね。非常に悔しい結果になりました。今年年俸どんぐらいになるか楽しみですね。あれ、え、ポルチーヨ帰るんですけど、なんで帰んの。残ってくれポルチーヨ。日本一になったのはソフトバンクでした。頼れる主砲クリア40本達成。4年連続3割、6年連続30本塁打、60本塁打達成。この交渉材料は過去に800通りとか800本塁打とかやったんですけど、どっちもちゃんと交渉材料でありましたね。契約更改、今年は8億いきましょう。ミッションもしっかりクリアします。本来の査定より 10% アップ、6億8200万。素晴らしい金額ですが、ちょっと足りないですね。5年ます。知りながら毎年契約更改5時間ぐらい粘ってます。優勝5勝1敗、4年連続3割、6年連続30本、60本塁打達成。アイホーム購入くれ。7億3700万これで確定。ファン感謝でウィース。握手会に長蛇の列ができた。20時間待ち、100万人来ました。2030年シーズン月別記録、2割8分8厘9本。5月3割1分2厘11本。6月2割8分7厘13本。7月3割2分2厘8本。8月3割8分0厘19本。9月10月7本。8月で19本ぶちかましてる。月間本塁打記録も更新しました。今まで16本だったんですけど。2桁本塁打月に3回ありますね。今は束の間の休息だ。優勝旅行で思いっきり羽を伸ばそう。網走行きます。知りながら今年1年よくやってくれた。来年もよろしく。え？なんだこれは。究極フレーミングミット。これキャッチャー絶対必要なミットですね。ストライクゾーンから100センチ離れていても、最強のフレーミングにより、ストライクにすることができます。今シーズン引退選手。山田哲人さん、引退しました。お疲れ様でした。ちょっともう9年ぐらいやってるんで、今主力の選手が引退します。日本ハム、自由契約。井口投手。タダコンパス直人。サハラスヌーピー空気。あ、鳥羽さんも引退しましたね。まあ、みんなトライアウト行きましょう。で、FA で佐々木朗希投手が巨人に行き、高橋宏斗投手が DeNA 行き、山本由伸、楽天。で、村上さんが西武行きました。はい。というわけで今回、ホームラン67本、ぶちかましましたが、日本一は取れませんでした。来年は日本一、取っていきたいと思います。お疲れ様でした。